さて中村さんに伺ってまいりましょう、はい、もうこのシチュエーション全てどう出るかという山崎ですよね。そうですね、まあ、やっぱり目の前で次の挑戦者、まあ、木村稔選手が試合で勝ち方をしているわけですからね、やっぱり山崎選手それを上回るチャンピオンとしてやっぱり結果内容を見せなきゃいけないっていうのは、はい、もうもちろん山崎選手の中にはある中でこのリングに上がっていると思いますね。ルーク・ターナーは初来日ですけれども49勝で 35KO というレコードです。はい、基本的に、まあ、ムエタイルールやってきた選手で、やっぱこう調子に生かしたこう膝とかが得意で、まあ、このルールは多分初めてぐらいだと思うんですけど、まあ、でも同門のアンディ・ハウソンがクラッシュで寺戸信近選手とものすごい試合してますからね、もうやっぱりこの戦いというのもやっぱ慣れて、まあ、全然雲なく戦ってくると思いますね。はい、リアム・ハリソン選手もバッドカンパニー同じジムなんですね。さて小比類巻選手にも伺いましょう。この長い手足というのはこれもう存在だけで厄介でしょうね。そうですね、やっぱこれだけの戦績を残して KO もあるというルーク・ターナー選手恐ろしいですよね。はい、ただ山崎選手は距離を取りながら一発がありますよね。これやっぱり外国の選手は、うん、来ましたね。右、いやーさらに打ち込んだ、ダウンをもう奪いました山崎。小比類巻選手もマウンド無用というような、はい、いつも通り速いですね。いつも通り、いつも通り。そしてバックスピンキック、ルーク・ターナーの息の根をこのまま止めてしまおうというのか山崎。さらに右から左も強い、どちらの拳も強い山崎。さらにやっぱり右だ、2度目のダウン・ターナー。ほとんどほとんど何も返せないというところ、ぐらついている、ぐらついている、あと1回、いやいや必要ない、必要ない、必要ない。最高の勝利、山崎秀明です。面白い展開になると思うんで、楽しみにしていてください。今日は本当にありがとうございました。